ワイン用のブドウの選定は、収穫量を適正にコントロールするために行われます。具体的には、伸びすぎた枝を切ったり、芽数を整えたりします。選定には目的に応じた2つの種類があります。陶器選定について、陶器の選定は、ブドウの収穫後の11月から3月の休眠期に行う選定です。枝を切り落として、ブドウの木の形状を仕立てます。今後の収穫される量を左右する大事な作業です。枝を短く残す、短小剪定と、枝を長く残す、長小剪定の2種類があります。花期剪定について、花期のブドウの木は、育成期で、樹液は若い枝や葉に循環していく性質があります。この時期の剪定は伸びすぎた枝や葉を切り落とし、果実に適切な栄養素を回りやすくする目的があります。また、病気を防いだり、収穫量を調整する目的で、ある程度花房が成長してくると、余分な葉を取り除いたり、余分な花房を取り除いたりします。以上が、ワイン用のブドウの剪定方法についての概要です。ありがとうございました。